夜に雨が降っても血の生臭さは洗い落とせない。殺戮という名の嵐は醜く、芸術とは程遠い。ヤコは人を殺せば殺すほど強く苦しくなっていった。私は諦めずに彼を慰め説得し、時に怒らせもしたが無駄だった。人間など殺したければ殺す。陰陽師が憎い。それゆえに人を殺し、この憤りをぶちまけるのだ。500人殺せば下脱できる。邪魔をするな。貧境のような小細工はよせ。自由を取り戻せば最初に貴様を殺すぞ。彼はいつも冷たくそう言い残した。だがそれは彼の本当の姿じゃないと分かっている。機会はあと一度だけだ。必ずお前の名を見つけ出し自由にする。